九州の人は完全に来ない。え？南海難波の給食所行くんですけど、2つもらえますか、2枚、2人、2人、こちら、一緒に出てこられますか。あ、一緒です、え、行こうです、はい。帰りましたよ、ここ。帰りましたよ、ここ。何回ナンバーですか？これが出て、いくら入れました？1000円。1000円。もう一個、もう一個。もう一個、その辺、大丈夫です。食わないですか。うん。もう。はい、どうぞ。はい、どうぞ。失礼します。
はい、ありがとうございます。何ですか今？10分前。すごいね。こんにちは。雰囲気が。わあ、すごい。お願いいたします。はい。スリップどうぞください。はい。はい。すごいね。先お部屋ご案内いたしますのでどうぞ。はい。すごいね、やっぱり。よいしょ。はい。遊郭の作り、ここの遊郭の作りは一つの町並みのイメージで、はい、それぞれのお部屋を家にイメージしてますので、屋根がついてます。ああ、なるほどね、はい。いや、すごいね。これ江戸時代からの建物ですか？いやいや、昭和の2年から3年です、ね、ここ島田宿と言いまして、船のお部屋で有名なんで北八の間なんですけども見て分かると思います。船のお部屋になってます。一番人気です。あ、はい、で船のお部屋でお船に乗って後ろ富士山を眺めながらお食事という趣向を凝らしてますので、まあ、昔はもっと綺麗だったんだと思いますけど、上は、箱根八里は馬です。あ、すごいの。はい、越すに越されぬ大井川、大井川の船の私を掘り物がしてあります。これ脱いで、はい、はい、すごい。また向こうの階段から上がり下りしていただかないとそこからお越し。止まれたんだろうね。止まったんだろうね。止まったんでしょうね、これ。はびらして。はい、僕です。はい。これは何ビールなんですかね。
モルツ。モルツ。はい。はい。何代続いてるんですか、ここは。ここはあのいわゆる先代の社長が亡くなって2代目になりますね。ああ。はい。じゃあ専門は100年。100年続いてるんだ。はい。あ、悪いね。はい。乾杯。100年で。乾杯。100年で2代。そうですね。この建物も前からの建物で、言うたら昔の遊郭もね。遊郭で使ってたわけです。そうなんです。そのままで文化財が広がってはあんまりつけられない。何部屋ぐらいあるんですか。はい。お部屋数は何。してから鶏肉とミンチ、鶏肉とミンチを先に入れてください。はい、あとアクが出ますのでアクを取っていただいて、はい、他のお野菜とか具材は適当に入れてください。はい、ありがとうございます。はい。これ何ですか？降りてみましょうか。こっち取ったって。あ、そっちは、ね、そっちです。ちょっと下行ってきますね。ええ。もうトイレ行きます。すごい。どれが眠りの子なんですか。ほら、中。頭の上、先生。え？こっち。これ何のための部屋なんですか。行きましょうか。知らなかったんですか。わかりました。
ちゃうんです。営業してる。そうです、はい、いつもいっぱいですよ。こんにちは。すごいな、ユリアンが。すごいですか。ご本屋にみんな一人でいいんだ。入れたもがですよ、こんな。はい、ありがとうございます。じゃあ乾杯。はい、乾杯。乾杯、ありがとうございます。これがね、あー、おいしい。魚の子です。顔を出すと怒られちゃう。はい、OK です。ビディの後ろ姿でした。ハンド。すごいです。はい、どうもありがとうございます。ロールキャベツ。はい、ドキ焼きも奥、はい、チューハイおかわりも奥。前来て、タレトークも出したんですよ、一回。いいよね、いい店ですよ。いらっしゃいませ。すごいね、お母さんついてくれて。いえいえ、もうちょっと若かったんやけど。いえいえ、十分ですよ。あとお願いします。いやいや、十分ですよ、もう。ありがとうございます。いやー、これうまいですね。取れた。取れました。おしゃれやね。
ですね。あ、メーターちょっと浮いてないんですよ、すいません。はい、あ、どうかな、はい、古いですか。うん、古いのはいいですね。古いです、昭和のスタッフ。いや、そのでもないけど、とにかく人じゃないんですよ、もう年だからって。年だから行ったらいいのにね。うん、はい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 どうも、はい、どうも。これはお醤油なしでそのままで食べてくださいね。これ、ね、はいはい、よろしいですか。はい、はい、じゃあこれですか。はい、行きましょう。さあ、こっちから行きますか。こっちの通りから行きますか。でもまだ空いてないんですけど、どうするか。空いてないんですよ。半です。ええ。この裏通りなんですよ。宝泉寺横丁ですね。ここの。うわぁ、これ。ん、まあ、行ってみますか。ここは何を待ってんだろう。焼肉屋さん。何屋。次の再現ですね。先に。はい。ちょうどビール一本が良くなっちゃいましたね。情けないな、もう。本当に情けない。飲めないぞ。え？何で飲めない。乾杯で。はい、乾杯。お疲れ様。神さんかな。
私は何回か行けるかなと思うと、ちょっと探してもらおうかな。